なんか一度ね、大津彩香がこの家を追い出すみたいなこと言ってますが、そんなのもう無理です。そんなの僕に大津彩香が勝てるわけがなく、でただね、本当に多くの人が銀座バーの方にね、私がバイトしているところにお越しいただいてですね、本当に多くの方にたくさんの励ましというかね、ありがたいお話たくさんいただいております。本当にね、これバーのバイトやってよかったと思います。あと昨日ね、バーの方に夜中1時半過ぎぐらいに経理さんが来られてですね、我々接客業じゃなくて飲食ですので、だから、隣の席に着いたりはしていないんですが、まあちょっとね、バカなやつが僕を貶めれるために通報してるんで、これも通報すると虚偽告訴罪になるんで、通報するとまあ虚偽告訴罪、まあ少なくとも軽犯罪法のいわゆる公務員をですね、騙して使う行為になるので、通報する人はそれなりに確保して通報してください。